花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。花丸ちゃんと一緒にいると心がポカポカしてくるよ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。花丸ちゃんと一緒にいると心がポカポカしてくるよ。花丸、ハッピーバースデー。あなたが読む本の中に広がる世界、興味があるわ。花丸、ハッピーバースデー。あなたが読む本の中に広がる世界、興味があるわ。今日は花丸の誕生日。読書家の彼女を見習って私ももっと本を読みたいと思います。今日は花丸の誕生日。読書家の彼女を見習って私ももっと本を読みたいと思います。素敵な本を紹介してくれる花丸、今日はあなたの誕生日をお祝いするわ。素敵な本を紹介してくれる花丸、今日はあなたの誕生日をお祝いするわ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。話し方や見た目がすごく癒される存在です。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。話し方や見た目がすごく癒される存在です。花丸ちゃんのお誕生日なの。花よちゃんと相談してお祝いの紙芝居を考えたんだ。花丸ちゃんのお誕生日なの。花よちゃんと相談してお祝いの紙芝居を考えたんだ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。嬉しそうに食べるところがかよちんに似て可愛いんじゃ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。嬉しそうに食べるところがかよちんに似て可愛いんじゃ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。自分の世界を持っている花丸ちゃんは素敵やね。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。自分の世界を持っている花丸ちゃんは素敵やね。花丸、お誕生日おめでとう。ニコと一緒にもっと広い世界に飛び出しましょう。花丸、お誕生日おめでとう。ニコと一緒にもっと広い世界に飛び出しましょう。今日は花丸のバースデー。パーティー会場は和風テイストにしてみたわ。喜んでくれるかしら。今日は花丸のバースデー。パーティー会場は和風テイストにしてみたわ。喜んでくれるかしら。ズラ丸、誕生日おめでとう。こんな私と友達でいてくれるなんて感謝してないわけないじゃない。ズラ丸、誕生日おめでとう。こんな私と友達でいてくれるなんて感謝してないわけないじゃない。花丸さん、お誕生日おめでとうございます。花丸さんの勧めてくださる本はどれも興味深いですわ。花丸さん、お誕生日おめでとうございます。花丸さんの勧めてくださる本はどれも興味深いですわ。花丸ちゃんと話していると
時間がゆっくり流れていくようで、とても安心するの。花丸ちゃんと話していると、時間がゆっくり流れていくようで、とても安心するの。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。花丸ちゃんは、花丸ちゃんのままが一番素敵だよ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。花丸ちゃんは、花丸ちゃんのままが一番素敵だよ。今日は花丸ちゃんの誕生日パーティー。ケーキはみんなで手作りしたよ。食べ応え抜群だからね。今日は花丸ちゃんの誕生日パーティー。ケーキはみんなで手作りしたよ。食べ応え抜群だからね。花丸ちゃん、花丸ちゃんがこの前勧めてくれた本、すっごく面白かったよ。ありがとう。花丸ちゃん、花丸ちゃんがこの前勧めてくれた本、すっごく面白かったよ。ありがとう。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。花丸ちゃんのそばはあったかくて、すごく安心するんだ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。花丸ちゃんのそばはあったかくて、すごく安心するんだ。ハッピーバースデー、花丸ちゃん。日本の歴史をもっともっと勉強したいの。教えてくれるかな。ハッピーバースデー、花丸ちゃん。日本の歴史をもっともっと勉強したいの。教えてくれるかな。花丸ちゃんおめでとう。花丸ちゃんの声で読み聞かせしてもらったら、すぐ眠れそうな優しい声だね。花丸ちゃんおめでとう。花丸ちゃんの声で読み聞かせしてもらったら、すぐ眠れそうな優しい声だね。花丸ちゃんおめでとう。花丸ちゃんとルビーちゃんを見てると、なんだか頭を撫でたくなっちゃう。花丸ちゃんおめでとう。花丸ちゃんとルビーちゃんを見てると、なんだか頭を撫でたくなっちゃう。花丸ちゃんおめえ。かすみのスマホ最新だよ。一緒にゲームしようよ。花丸ちゃんおめえ。かすみのスマホ最新だよ。一緒にゲームしようよ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。読書に疲れたらこれ使ってね。目のあたりをあったかくしてくれるやつだよ。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。読書に疲れたらこれ使ってね。目のあたりをあったかくしてくれるやつだよ。花丸さん、お誕生日おめでとうございます。花丸さんの博識、ぜひ私の演劇にも活かしたいので、今度ゆっくりお話しさせてください。花丸さん、お誕生日おめでとうございます。花丸さんの博識、ぜひ私の演劇にも活かしたいので、今度ゆっくりお話しさせてください。ズラマルちゃん、おめえ。これ、うちのおばあちゃんのぼた餅、すっごい美味しいんだよ。食べてみて。ズラマルちゃん、おめえ。これ、うちのおばあちゃんのぼた餅、すっごい美味しいんだよ。食べてみて。花丸さん、
誕生日おめでとうございます。花丸さんのお寺で精神修行とかできないでしょうか。集中力を高めたいんです。花丸さん、誕生日おめでとうございます。花丸さんのお寺で精神修行とかできないでしょうか。集中力を高めたいんです。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。花丸ちゃんとお話しするとほっこりする。花丸ちゃん、お誕生日おめでとう。花丸ちゃんとお話しするとほっこりする。今年も無事に年を重ねられて本当によかったズラ。これからもマルと仲良くしてくれると嬉しいな。今年も無事に年を重ねられて本当によかったズラ。これからもマルと仲良くしてくれると嬉しいな。